Thank you for visiting our channel. 普段ほとんど私の頭の中だけで起こっていることをお話しするのですが、やはり世の中には私の頭では思いつかない出来事が日々起こっているわけで、今日は私の周りにいる HSP さんに実際に起こった事例をいくつかお話ししたいと思います。もしかすると皆さんにも似たような経験があるかもしれません。何県か忘れちゃったのですが、本土から沖縄に移住してきた S さん。まだ移住する前、本土で電車で会社通勤していたのですが、どうしても満員電車が嫌で、わざと毎日 2,3 本ずらして出勤していたそうです。この点は私は本当に沖縄に生まれてよかったなと思います。以前 TOEIC の試験会場で周りの物音が気になって集中できないので耳栓をしていいですかと会場責任者に尋ねている女の人がいた。しかしその責任者さんはそういうのは規定にありませんのでリクエストをお受けすることはできませんときっぱり断った。私は耳栓ガールの気持ちがとてもわかるので、カンニングしていいですかと言っているわけではないのに、融通聞かせてあげたらいいのになと心の中で悲しく叫んだ。世の中も変わってきている。人間の生き方も多種多様になっている。今の時代、昔よりずっと繊細な人が増えているはず。そして少なくとも昔よりは声を出して訴えることができている人が増えているはず。HSP は5人に1人と言われているので、世の中のルールが後の5分の4人の人たちだけで作られたものにならないことを願う。旦那さんの両親と同居している C さん。旦那さんとの人生の価値観の違いに長い間疑問とギャップを感じていた。離婚ではないけど、このままでは自分の心の健康、子供への影響にも悪いと別居することを決意。別居してからは心に平和が戻ってきた。C さんの勇気ある行動を見てか、家を出た後の清々しく振る舞う笑顔に影響されてか、義理のお母さんも今まで自分の旦那 C さんの義理父に従うだけの人生だったけど、この頃は自分の意見をきちんと言うようになり、義理母と父の夫婦生活にも影響が出てきているそう。もしこれでお母さんたちが離婚でもすることになったら私のせいと、 C さんは自分を責めるような何かしらの罪悪感を表す言葉を発した。確かに C さんの別居という行動がお母さんにとって何かのきっかけにはなったのかもしれないけど、その出来事をどう受け取って、そしてそれをどう行動に出していくかは全てお母さんの選択。 C さんが罪悪感を感じる必要は全くないのです。人からのお願いをなかなか断ることができない K さん。近所に住むいとこが家に来て、生活費が足りないから15万円貸してほしいと言ってきたそうです。前にも何度か 2,3 万貸したことがあるので、今回だけ断るのは変となかなか断れません。それでも勇気を出して言えた言い訳が、大きなお金は旦那が管理してるから旦那に一旦相談させてでした。前は貸したのに今回だけ断るのは悪い、いとこだからかわいそうだと思う気持ちもあって断れない。こういった全ての理由の裏にあるのは、断ったことによってケチだと思われるのが嫌、断ったことによって意地悪な人だと思われるのが嫌、嫌われたくない、みんなのいい人でいたい、みんなから好かれたいの承認欲求です。これは自己肯定感の低さから来るものです。15万円も足りなくなるくらい生計のやりくりができていないのはこの人の責任であり、 K さんの責任ではありません。自分のせいで起こっていない出来事に関して責任や罪悪感を感じる必要があるのでしょうか。 HSP は個人の境界線が弱い傾向にあります。周りに起こったことは全て私のせい、全て私がどうにかしなければと常に感じてしまっては、自分が亡くなって自己が崩壊してしまいます。あなたの言動全てはあなたに責任があるように、その人の言動、その人に起こった出来事はその人に責任があります。その人が招いた結果です。あなたの問題ではありません。明日急にメンタルが強くなるということは残念ながらありません。以前もお話ししましたが、コツコツ筋トレをすると筋肉がついていくように、日々の自分の選択、決断が自分の脳の筋トレです。小さい決断、そしてその決断に責任を持つ、日々の小さな決断、そしてそれができた時に自分を褒める、日々の成功と失敗を繰り返して心は強くなっていきます。心が強くなるとどうなるか、何か起こった時の自分のリアクション、対応が大きく変わります。
いいことが起きた時に 100% その気分をエンジョイすることができる。良くないことが起こった時に強く乗り越えていける。賢い選択ができるようになる。自分が間違っていたのなら当然謝りますが、自分に非のないところで相手が相手の理由で勝手に起こったことなら罪悪感を感じる、感じさせられたと思うのも自分はダメな人間だと思う、思わされてると思うのも全て自分のチョイスです。説明が少し難しいですが、あなたは相手に自分が後ろめたく感じたりダメ人間だと認めたことを許していることになります。相手にそう思わされていると思い込んでいることたちは全て自分の選択なのです。自分というものを強く持っていると、そのような出来事が起こった時に、これは相手の問題、これは自分の問題ではないと瞬時に気づくことができます。そうすると相手の波に飲み込まれることなく、ちゃんと自分の足で立っていることができます。日々の意識で人生が大きく大きく変化していきます。今日も見ていただきありがとうございました。皆さんももし何か似たような経験があったら、よかったらコメント欄で教えてください。 Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Have a nice day. Bye.